ママさん映ってね、見えるかな、見える、 OK。 これねペンシルなんですけども、この長さがね相当長いんですよ。もうねアマゾンで使うルアーなんですよね。なのでこのトップウォーター使ってちょっとねでっかいバスを釣ってみたいと思います。行きましょう。やばい、ベイトの超一発かも。あそこまで取るマジ一発か。緑色の玉が浮いてんの、めっちゃ浮いてる、重くなった。ああいいとこだな、食いそうだな、並べこないね、恥ずかしがりだか。まあ確かにブラックバスって恥ずかしがりだから、カメラになかなか映りたがらん。ところで食っちゃったりするかな。夜夜はどこでもチャンスかん。ボール出た、惜しかった。なんでお前やってて気づかねえんだ。やべ、これナイスバスって絶対に、うん、45は超えてそうだね。抜き上げっちまう、抜き上げて、多分プリだぜ、ほらプリだ、ドプリか、ドプリ、夜のトップゲーム見て、これアマゾン、アマゾンで使うルアートップゲームでしょ。で、このデカバス、この腹、これやばいっしょ、このプリ、これが夜のトップゲームだよね。楽しい夜のトップオーターゲーム、やっぱりちょっとド派手に、そしてでかいのを狙うならやっぱりでかいルアーということで、このアマゾンで使うトップオーター、アマペンでのフィッシュでした。